下サシ湾は、沖縄本島北部の東岸、太平洋に開けた、アリメ湾から分岐する湾である。間口は、約200メートルで、下サシ川が流入する。国神郡東村に属する。下サシ湾のひれぎ下差し、ゲサ川川口部の長さ約1キロメートル、幅約200メートルにわたって、マングローブが広がる。面積は10ヘクタールあり、沖縄本島のマングローブとしては2番目の広さを、 有する。マングローブを構成する樹木の多くはメヒルギであり、川沿いに、八重山ヒルギ、上流部には、おヒルギも見られる動物として、白泉種マネキ、ベニシオマネキなどのカニ類、窓持ちウミニナなどの貝類、南飛びハゼなどのハゼ類に加えて、シギやカワセミなどの鳥類が見られる。分布の北限に近い広大な面積のマングローブとして貴重であることから、 1959年12月6日、当時の琉球政府によって天然記念物に指定され、1972年5月15日の沖縄本土復帰に伴って日本国指定の天然記念物となった。1973年から翌年にかけて、福知ダムから久市浄水上への導水路建設に伴い土砂流入の被害があった。また、工作放棄された。 パイナップル畑からの土砂流入の問題も指摘されている。観光客によって湿地が踏み荒らされる被害があったため、湿地内を観察できる遊歩道が整備されている。下挿湾の昼木林実態調査報告 1P23 エビー玉木沙織、下挿のマングローブ林、下挿湾の昼木林実態調査報告 1P1、下挿湾の昼木林実態調査報告 1P4、 ありがとうございます。